はいどうも、ウェブサイトチャンネルです、えー。今日も一緒に学んでいきましょう。今回はこちらです。HTML、CSS を作りながら学ぶというところの途中でですね。今回は、あの、Google マップの入れ方というのをね、やっていきたいなというふうに思っております。えー、今ですね、これをですね、このバンダライオンカフェというのを作りながら、まあ一つ一つですね、やっているわけですよ。で、今回はここ。ここを作りながらですね、ここ。 Google まああのー、これをですねスタートから見たい方はですねこちらの動画から見てもらったらいいんですけどもあのー、これ1個ね今回の回だけ見てもですね Google マップをこういう風に入れるんだっていうことはですねあの理解できると思いますので1回1回もねちゃんと無事になっておりますのでああまあ気楽に見てみていただいたらいいんじゃないかなとカミカミですがねなっております はいでえー、っとですねこちらね作ってる最中ですはいで今回はここのアクセスっていうところにえー、っとこの内容を入れていくわけですよねまず H-2 というですねあのー、見出しでですねアクセスでいうのを入れますで、えー、ここですね、まあ、これもね何まあとりあえず今回はまだちょっと P で入れときましょうかね B ね。はい。よし。はい。ということで、ここまでできました。アクセスがあって、住所があって、住所が、あの郵便番号があって、住所があると。で、ここに入れるわけですよ。ここにですね、あのー、Google マップが入れたいなというのが今回のテーマなので、よいしょ。 Google マップを検索します。はい。で、Google マップ。まあ、好きなところをね、あのー、入れてあげたらいいです。えっ、ー、と、この辺はですね、福岡なのでね、なんかいろいろ出てるんですけども、ここから、どこでもいいので、東京タワーから入りましょうかね。東京タワーから。はい。やると出てくるんです。こういうふうに。ね。こういうふうに出てきます。で、ここの共有ボタンですね。 まあお店をここに登録されてればここに出てくるしあの場所はねここ住所を入れれば住所が出てくるしでこの住所を共有って押します共有っていう風に押すとリンクを送信するというのと地図を埋め込むっていうのが出てきますでこの地図を埋め込むっていうふうを押しますそうするとこれ iFrame というですね、HTML が出てくるんです。i f r a m e SRC イコールで、ここに URL が載ってて、その後もダダ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 ってあるようなやつですね。まあ、アイフレームね、これインラインフレームの略なので、まあ、アイフレームっていう風に書いてたりとか、インラインフレームって呼んだりする場合もあるんですけども、で、SRC はソースですね。えー、と、イメージタグとかと一緒ですね。画像を入れるときとかの。 ね。あの、iFrame.src イ,イコール url で、コピーします。コピーして、これを html 内に貼り付けてあげる。ね。これだけで、ここに、ここに、おぉ、ここに、はい。じゃん、入る。 ね、ここに自動的に入ります。東京タワーの地図が、もうどっか行っちゃいましたけどね、えー、東京タワーの地図が入って、こういうふうに動かすこともできますよ。というふうになっております。で、通常ですね、あのー、まあ、CSS を使ってですね、デザインをしていくんですけども、この iGrame で Google マップ入れたときに、この奥にですね、横幅。 縦幅っていうのがですねもう記載されてるんですよ。なので、このままね、使ってあげたりしてもいいんじゃないかなと思います。で、いろいろ書いてるんですよ。スタイルでボーダーがもうないですよとかですね。で、これ、ローディングイコールレイジー。これですね、最近はね、もうしっかりついてるんですけども、遅延読み込みって言ってですね、アイグレームをね、あの後から読み込むことによって、サイトスピードをきれいに上げていこうみたいなやつでですね、これが入ってるのはすごく いい感じです。ね。で、横幅。これですね。ピクセルって書いてないけど、ピクセルです。600ね。えー、100%。パーセントとかに書いてあげたりすると、これが、こういう風にビヨンって横まで伸びて、パーセントがね、ついたりとかします。なので、これもなかなか便利がいいんじゃないかな、なんて思ってますので、こういうの見ますよね。結構ね。こういう風なデザイン。ね。見ますので、こういう風にしてあげてもいいんじゃないかなと。 思います。はい、ということで、まあ他にもですね。あのアイフレームっていうと他にもあるんですよ。例えば youtube とかですね。あと twitter とか。まあね いろいろありますね。YouTube とかね。あと Twitter のタイムラインを入れたりとか、Facebook とかっていうね。SNS とね、まあ結構相性がいいというか、今は本当に使われることが結構多いですね。まあ外部のものを持ってくるときに、あの、iFrame、インラインフレームって言って、ちょっとした小窓を開けて、その小窓にですね、別のものを入れてあげるというのがですね、この iFrame というものの役割になっておりますので、ぜひ、あの、使ってみられたらいいんじゃないかなと思います。 えっとそうですねはい入れ方はさっき言ったように簡単です Google マップで検索して地図を埋め込むというところからねあのアイフレームのタグが出てきますのでこれをコピーして貼り付けて入れてあげたらいいですでその後ちょちょちょっとこうデザインを調整して完成というふうになっておりますので是非試されてみてくださいということで今回はここまでにしたいと思います。 思います。あ、自己紹介忘れておきましたので載せておきますので見られたい方はどうぞね、えー、それでは本日も良い一日をお過ごしくださいありがとうございましたいいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなという風に思いますまたですね概要欄にも参考性では情報載せていますので合わせてご覧くださいということで今回はここまでです